皆さん、こんにちは、達也です。我が家ちょっと風邪をひいていまして、わかるかな、鼻声なんですけど、僕は熱が少し出て、で喉と鼻づまりと、まあ、全然味は感じたし、先生にはコロナの心配ないと言われたんですけど、まあ一応今日はまあだいぶ調子が良くて、で娘も熱がちょっと出て、あと鼻水咳がすごい出てたので、もう本当コロナじゃないかと心配しましたが、まあ一応まあみんな元気なので、なんとか回復いたしました。ああ長かった。でエマちゃんは娘は幼稚園に行けてないので、今のところまあ月曜から幼稚園に戻ることができます。よかったというわけで今日も一日頑張ります。いや、OK。 Mamma, come stai? ちょっと調子が悪かったアルマです。アルマ、なんかドッグフードはグルテンフリーのアレルギー、敏感犬用みたいなのに変えたら、すごい調子が良くなりましたね。今日何すんの？今日寝るの？また寝るの？約6時で、オーディションが今日の、今ちょっと嫁のオーディションの手伝いをしてて、まあ、自宅からこういろんなオペラ歌手のところにつないでオーディションをしてるんですけど、まあ、今日今終わりました。疲れた。まあなんかね、日本人の歌手がどんどん海外に進出していってくれたらいいなと思ってます。まあね、いろいろ大変ですけど、コロナとかで、まあどうなるかね。まあいい人もいれば、まだまだオーディションには参加できないような人もいて、でもやっぱりその、なんだろうな、参加する、まあ、挑戦するっていうのが大事なので、まあ頑張ってほしいと思ってます。いやー暗い。タリアのクリスマスといえばコテキーヌ、ファネットーネ、チョコレートということで、もうクリスマスにはプロンと、もう準備万端です。あとちょっと見せたいのが、じゃじゃーん、八海山焼酎、ラム、ルームかな、ルーム。もうクリスマスに備えてアルコールは準備万端です。troppo amore, devi vincere. Quando vinco? Non lo so, come si fa qui a fare? No, hai visto che devi tattivi? Sì. E poi? Hai visto che tattivi? Si è scritto signore. La testa. Tutto de, sanshi no jingi, sono san. ということで今日はちょっと紹介したいと思います。医療用の酸素マスク、医療用の酸素マスクって言ったらいいのかな、
いろいろな酸素マスクを用意して、でこの空いてるとこを押さえて一曲歌うと。アルサラソリアテンサアボザラフィ。で、この後にこう歌うと。だいぶ声が全然変わるので、これはまあ本番前に本番前とかコンサート前に発声した後にちょっとやって歌うと、またなんだろうな、僕の感覚的には全部ここも開くし、顔もこの後ろの空間とかも全部綺麗にこうパッと開いてくれるので、いいと思います。まあ、ちょっと今日、すごい簡単、これも安いし簡単なので、興味がある方はちょっと試しに買ってみてやってみてください。なんだろうな、普通に手でこう塞ぐのは良くないので、ちゃんとしたなんかこの、まあ、これが本当ちょうどいいっていうか、で結構海外の人も使ってるので、もしよかったら皆さん試してみてください。声がめちゃくちゃ出るようになりますので、頑張ってください。今日はあんま風邪ひいてあんま声が出ないので、この辺で三種の神器とちょっとオーディションについてで終わらせていただきます。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。